ちょっとします。音声の入り具合はいかがでしょうか。聞こえますか。どうぞ。はい、こんにちは。15分のフラッシーです。今日はね、ちょっとご紹介したいものがあるんですけども、私のチャンネルはですね、結構イヤホンをね、頻繁にあれこれ紹介してたこともあったか、いろんなところからイヤホンのレビューのご依頼をいただくんですね。で、まあ、今までにもたくさんイヤホン、特にワイヤレスイヤホンなんかはね、レビューしてきたと思う。まあ、5つか6つぐらいね、レビューしてきたと思います。自分自身もなんかこう、イヤホンが好きなのかな。で、イヤホン系結構好きなので、結構自分でも買うんですよ。例えば今まで使ってきたものをね、簡単にまあこうカテゴリーだけちょっと軽くご紹介すると、例えば代表的なのはこうヘッドフォンですね。こういったヘッドフォンタイプと、こうヘッドフォンタイプの、まあ、これは Bluetooth のヘッドフォンですよね。ヘッドフォンタイプのものですよね。これでも一応Bluetooth のヘッドフォンでありながらマイクもついてるんですね。マイクもついてるので通話もできるという、そういうタイプですね。ハンズフリーとしても使えるんですね。で、まあ、時代的な流れを言うと、こういう Bluetooth の流れで言うと、こういうのがね、まあ、一時流行りましたね。最近見かけないね、こういうやつ。こういうのを耳につけて、こうやってね、こんな風に喋ってる人いましたけど、最近あまり見かけなくなったね。マイクがピューとこう出てきてる、こういうタイプですね。こういうタイプのもの。こういうタイプのものですね。はい。こういうタイプのものは使ってましたけど、最近見かけないですね。まあ、こういう Bluetooth のタイプ。まあ、この頃は Bluetooth 2.0 とか、それぐらいだったんですね。で、次はまあこういうワイヤレスと言いながらコードレスじゃないっていうね、ワイヤレスのこういうタイプ、まあ、こういうタイプですね。まあ、これはマイクがここについてるので、ハンズフリーで通話するときとか、話しするときなんか非常に音の入りが良くて、まあ、いいと思います。ちょっとこう微妙に重くてね、耳から垂れるんで、それがね、いまいちちょっと使いにくいっちゃ使いにくいんですけどね。だからこのタイプは軽さが重要ということになりますよね。はい。まあ、これもハンズフリーでマイクがついてると。で、それ以外にはですね、まあ、もう散々ご紹介してる、こういうワイヤレスタイプ。まあ、いろいろありますよね。いっぱい紹介して、これ以外にもあと2つか3つあるんですけど、こういうタイプね、ご紹介しました。まあ、最近中でも一番気に入って使ってるのがこれかな、サウンドピーツっていうところのこのタイプですね。これはね、型番で言うとサウンドピーツのトゥルーフリーっていうタイプ、トゥルーフリーっていうね、どうですかね。これちょっと行ってみようか。はい。まあ音で言うとこんな感じ。結構大きい音ですよ。はい、まあ、今マイクにこうやって近づけてますけどね。はい、こんな感じの音ですね。ちょっとうるさい。はい、これがね、一番気に入って使ってます。ハンズフリーで通話にも十分使えて、ここにマイクがね、マイクがここにもついていますんでね、十分使えるということで、最近ではこれが一番まあまあ使う頻度が高いかな。バッテリーの充電具合で、なんか一つカバンの中にいつもこう一つか二つ入ってる、どちらか入ってるので、常にこれを持ち歩いてます。で、今日ご紹介したいのは何かというと、実はちょっとびっくりしたのが見つけちゃったんですよ。これいずれもね、どうだろう、物によっては5000円ぐらいする、4、5000円するもの、こういうものでも、まあ、安くても3000円ぐらいしますよね。まあ、これも多分4、5000円、ヘッドホンもね、4、5000円したと思いますけど、これはそう高くなかったね。まあ、いずれにしても2、3000円のものが常識的な値段なんですよね。それがね、今日実はこんなの見つけたんですよ。これ、ビャン。ダイソーでね、500円ですって。500円ですよ、500円。これ使えるのかなと思いながら、まあ500円ならいいかと思って買ってきたんですけどね。ちょっと開けてみたいと思います。500円、500円のヘッドホン開けてみます。まあ今は電話でね、こう会議をしたりとかするケースも増えてきて、これがバッテリーがなかったりとか、ああしまった忘れたとかいう時に、これだったらダイソー、近くのダイソーに飛び込んで500円で買ってこれるかなっていう気がしますね。開けてみるとですね、これじゃもうね、開けてみるとこんな感じですね。本体
まあやっぱりこう、あ、これ磁石になってるやつね、これこうやってね、うん、こういう風にピタッと引っ付けるようになってますね。で、あとは充電用のケーブルと、取扱説明書、取説ですね。取説はまあ日本語と英語と両方ありますね。電話でも使えると、まあ、一応ハンズフリーになってますね。ちょっと内容を見るとですね、はい、こんな風に書いてあります。電池容量が 50mAh なので、待機時間は175時間。あ、長いな。え、待機時間は175時間ですって。で、連続使用は 2、3時間、2時間から3時間、充電時間は1時間から2時間と。いや、意外と早いね。充電2時間でできて、待機175時間だからね、まあまあ1週間ぐらい持つのね。175時間だから1週間ぐらい持つ感じかな、待機でね。まあそんなの持たんだろうけども、はい、ということで2時間充電で3時間ぐらいは使えるという、そういったもの、代物でしたね。はい、早速ちょっとこうやってみましょう。充電をしてね、充電をして、はい、充電していきます。ということで、充電はまあこれでね、いつもの通りやっちゃえばいいかと思います。はい、そして充電完了しましたんで、スマートフォンとのね、ペアリングをね、してみましょう。電源が切れている状態で、電源ボタンを押すと、デバイスが立ち上がり、そのまま5秒待つと、青と赤の LED が変わるがある点滅します。で、ペアリングと。まあ、そう難しくなさそうですね。ちょっとやってみます。で、ここを、長押し、あ、点滅が始まりました。こんな感じね。そしたら Bluetooth のペアリングをしましょうということで、ペアリング画面に来てね、あ、こう見つかりましたね。この多分なんですけど、この EA9745 というのがこのなんだと思います。でもね、どこにも何も書いてないんですよ、これ。 EA9745 っていう数字はね、記号は、まあ、でもこれだでしょうね、今。はい、まあこれにとりあえずこいつをね、選択してみます。 EA9745 選択と。はい、そうすると上に来ましたかね。もういっぱいありすぎて分かんないね。あ、はい、この接続済みとなってますよね、これね、 EA9745。 さあ、じゃあ音楽かけてみましょう。これはあの、イヤーパッドっていうのかな、このシリコンの、これがすごく細いので、つるっとこう耳の中入れちゃうけど、ちょっと私には細すぎるかな。うん、なんか外れそうな感じ。予備はなかったので、あと、そうだね、これもうちょっと強い方がいいね。これ違うかな、はい、まあ一応こんな感じだと思います。ちょっと私にはね、小さ細い感じ、もうちょっと大きいのがどっかにあったと思うので変えてみたいなと思います。予備がね、どっかにあったと思います。はい、じゃあちょっと音楽聴いてみましょう。まあ聞こえますよ、聞こえますよって。一応聞こえます。どうですかね。まあこの程度ですかね。はい、じゃあちょっと録音してみましょう。このマイクの性能をね、一応マイクが、これがマイクになるはずですから、このマイクの性能をねチェックする意味で録音してみますね。どうかな、これ結構電話が聞こえないとかね、言われないようにマイクを録音しておくといいですよ。マイクの録音機能ね、音が拾えるかどうかチェックしてみたいと思います。はい、テストテスト、マイクテスト。
今はイヤホンの500円のイヤホンのマイクでテストしています。音声の入り具合はいかがでしょうか。聞こえますか。どうぞ。はい、ちょっと聞いてみましょう。イヤホンじゃないので聞いてみようか。ちょっとね、こもった感じで聞こえますね。ちょっとお聞きください。どんな感じかな。マイクテスト、今はイヤホンの500円のイヤホンのマイクでテストしています。音声の入り具合はいかがでしょうか。聞こえますか。どうぞ。はい、まあ、こんな感じですね。ちょっと音の入りはね、この程度っていう感じなのかな。ちょっとちなみに今私がよく使うタイプでやってみましょうか。これが今のところお気に入りで通話も問題なくできているので、じゃあこちらはどうかという、同じ環境でね、このイヤホン、ワイヤレスイヤホンと、こちらは4000円ぐらいかなのタイプ。やっぱ音がね、あの深みが違いますね。深みって厚み、その音の厚みがね、ペラッとした感じがしましたね。まあ音声だったら問題ないかもしれないけど、会話ぐらいだったら、音楽を聞こうと思うとちょっとやっぱり、ちょっと、まあ、じゃあマイクはどうかな。マイクのテストもね、合わせて同じ状態でやってみましょう。はい、マイクテスト。これは、サウンドピーツのワイヤレスイヤホンでね、録音している状態です。マイクはここについてるだけですからね、どんな程度で入っているでしょうか。さっきと同じぐらいの大きさで喋ってます。いかがでしょうか。はい、ちょっと録音をしてみましたね。まあこれが今私が今一番頻繁に使ってるイヤホンなものですから、まあ、どんな感じかちょっと聞き比べをしてみました。さあ録音の状態をね、マイクの性能をちょっと確認してみましょう。はい、マイクテスト。これは、サウンドピーツのワイヤレスイヤホンでね、録音している状態です。マイクはここについてるだけですからね、どの程度で入っているでしょうか。さっきと同じぐらいの大きさで喋ってます。いかがでしょうか。やっぱこもり具合がね、さっきのはと、マイクテスト、今はイヤホンの500円のイヤホンのマイクでテストしています。音声の入り具合はいかがでしょうか。聞こえますか。どうぞ。はい、マイクテスト。これは、サウンドピーツのワイヤレスイヤホンでね、録音している状態。はい、いかがでしょうかね。やっぱり違うね。こちらは4000円、まあ、今調べたら3980円と、こちらも500円なんでね、しょうがないけど、とにかくマイクの質が特に違う。マイクも違うし、イヤホンも違いましたね。イヤホンの質もやっぱり違ったな。まあ安かろうなんかろうみたいな感じかもしれないけど、でも500円並みですよ。もし仕事の時にどうしてもこう緊急時で使いたい時、今イヤホンジャックがないじゃないですか、あの iPhone なんかは。なのでイヤホンジャックのないタイプを使ってみる方だったら、もういざとなればこの100円ショップ飛び込んでこれを買うっていう手はあると思います。500円だからね。なのでまあ十分使えますよ。あの音質とかはその気にさなさらなければ使えるとは思うけども、まあ、やっぱりその値段なりっていう、この音系のものはやっぱ値段なりですね。よかった。よかったというか、500円はこの程度でよかったという、まあ、実は安心、ほっと安心した感じですね。これで本当にいい音したらね、これ買う意味がなくなっちゃいますからね。これとかこれとか、ね、いろんなところでお金を使う意味がなくなっちゃうので、まあ、そういう意味ではよかったかななんてね、思います。はい、ということで、今日はね、ダイソーで見つけた500円のイヤホン、ね、のご紹介でした。まあ、これはこれで、いいですよ。うん、これはこれでこうやってね、こうつけれたりして、何かの時にパッと出せるので、なくしても後悔しないので、まあ、そういう意味では割り切って使えばいいかなと思いました。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしますので、よろしければチャンネル登録してください。ではまた明日夜8時にお会いしましょう。ゆうさん、さら。しかし、どれだけこれ持ってんだかね。右は2つしかないの。なら最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。